どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。都市伝説会ですね。都市伝説ですね。これは本当に。はい。本当これは大好評。大好評。大絶賛。大絶賛。どこから？家族。家族の中から。家族からは大絶賛。いただいてますか。本当にね。めいこちゃんも。めいこは多分最近見てないと思う。めいこちゃん見てないんですね。多分大人になってきたんでしょうね。あんなにも応援してたのにな。そうなんですよ。ね。だこれまあそでも大人になってくってことなんだろうね。これがね。だって。10代の視聴者数って結構ね、はい、0. 何パーとかすごいですよね。上げていきたいんだけどね。で今回上がりますよ。なんでかっていうとすごくポップの話題だから。ポップの話題なんですか。トーリアンセについてなんですけど。トーリアンセポップじゃないか。トーリアンセをポップという若い人たちいないですよ。これはなんでかっていうと、トーリアンセ、トーリアンセでしょ。そうそうそう、あの童謡というかね、わらべ歌に関してのことなんですけど、あの歌っていうのが実は怖い意味があるんじゃみたいな、こうやって昔から言われてるじゃないですか。はいはいはい。でね、これについてはちょっと僕も都市伝説会ね、いくつかやらせていただく中で、あのトーリアンセについてちょっと特集というか、あのやってほしいというご意見の方にちょっといただきまして、はい、なるほど、いただいたんです。その上でちょっとあの今回やらさせていただきます。先ほど言ったようにまあまあ童謡というかわらべ歌なんですけれども、これ実際にトーリアンセってやる遊びだったんですよね。あ、遊びなんですね。子供とかがでも知らないでしょ。トーリアンセ、トーリアンセ、歌はそうよ。あ、でもそう、これだよね。ここは、あ、そうそう、でもちょっと分かってるじゃん。この細道だみたいな。そうそう、あのね、正式なルール、裏道行ったら古本屋。いや、すげえオリジナリティある。すげえオリジナリティあるトーリアンセだな。それは僕の中の倫理を通らなかった今。裏道行ったらそうなの？わかんないけど。裏道行ったら古本屋ですね。基本、まあ何人か大人数で遊ぶもので、はい、鬼役がまず2名だと。はいはい、あとみんな子供役なんですって。はい、で、鬼役は両手をつないで、こう、なんか高く上げるんだって、はいはい、門を作ると。で、子供たちは歌いながら鬼の門を順番にくぐっていく。うん、で、歌の最後、怖いながらもトーリアンセ、トーリアンセで鬼は、そう、門を下げると、うん、でその時ちょうどその下にいた子供を捕まえて、うん、鬼役が変わる、はいはいはい、門番と、まあ、いわゆる子連れのお母さんのやり取りですと、はい、でトーリアンセ、トーリアンセ、ここはどこの細道じゃ、はい、天神様の細道じゃと、はい、ちょっと通してくだしゃんせ、はい、ご用のないもの通しゃせぬと、この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。あ、ここ怖いね。そう、ここ怖いわ。ちょっと怖いよねここはね、うん、行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらもトーリアンセ、トーリアンセと。で、簡単に現代語で言うと、まあ、門番の人が通りなさい、通りなさいと。で、お母さん言うわけです。この細い道はどこに行く道でしょうか。門番の方が。いや、ここは天神様が祀られている神社に行くための細道ですよ。じゃあ、ちょっと通してくださいと。いや、用のない人を通すことはできない。いません。いや、この子の七つのお祝いにね、お札を納めに行くんですよ。いや、行くのは簡単だけど、帰り道は暗くて危ないですよって。いや、危なくてもいいんです、うん、じゃあ通りなさい、通りなさい、うん、っていう、まあ、歌である、はい、簡単に言うとね、うん、でこの歌の天神様の細道、はい、舞台になっているところはどこなんだろう、はいはい、天神様、実際にここがうちは通りなさいの舞台ですよって喧伝してる神社っていうのが2つあるんです、うん、でそれっていうのが神奈川県小田原市にある菅原神社、うん、でそしてもう一つが埼玉県川越市にある三好の神社、うん、歌詞の中に天神様の細道じゃって言葉がある通り、うん、両方とも菅原の道真様を、ね、立て祀っていると、うん、だから通りなさい、ここがどっちが発祥の地かっていうのは、うん、はっきりとしてあれっていうのは出てないんですけどね。でこれね、信子がさっき言ったように7歳になった子供を連れた母親が神社へ入る細い道の手前にある門番に住むことを止められている、うん、行くのは簡単、帰りが怖い、だから多分時間で言うと夕方ぐらいじゃないかと思われるんです。昔は電気などなかったから神社の細い道に入ると周りは木々で覆われていて暗くなってしまって、確かに怖いってことは分かるんだけど、なんでそんな時間帯に子供を連れて7歳の子供と一緒に お札を納めに行かなきゃいけなかったのかっていうところから考えていきましょう。で1個目ね、言われてる説っていうのが、関所の厳しさを表す歌であった。トーリアンセが成立した江戸時代っていうのは、江戸幕府がですね、いろんなところに関所っていうのを設置していたわけですよ、うん、幕府とか藩とかになんか危害を加えるような人物、うん、敵とかスパイを自分の国に入れないように保安的な目的で、うん、まあ、その関所を設置していた。
通行手形は3つないと通れなかったんでしたっけ。そう関所ね、関所はね、うん、で箱根の関所とかも入り鉄砲に出女って言葉があったり、うん、他のところから入ってくる鉄砲であったりとか。驚いてます、通行手形は3つって言ったから頑張れ五右衛門の話を僕はしてたんですけど、やっぱり五右衛門のこと言ってたのか。五右衛門の話をしたのにそうって言われたんで僕すごいびっくりしてます。今焦りながら話進めてると全然分かれへん。まあまあ3つで五右衛門だったのかそれ。やっぱり3つ関所を取るためにはね通行手形集めないといけないんでね。スーパーミコンのやつ、ファミコン版ファミコンのやつか。そうです。テテレテテ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 テで実際あそうこれ送っていただいた方の考察の中の一つでね、はい、行きはよいよい帰りは怖いっていう言葉、はいうん、怖いっていうのが実は方言であると、うん、疲れたっていう言葉を表す方言で、うん、怖い怖いって実際の恐怖ではなくて行きはよいけど帰りは疲れちゃいますよみたいなことを言ってるんじゃないかってこれお話しいただいた方はおっしゃって僕にいただいたんですよ、うん、だけどねこれ怖いよ疲れたって表現するところってね北海道とか東北地方の方言らしいんですね。そうですね。でそう考えるとこのいわゆるこの通り合わせ発祥の地ってされてるのは神奈川であったり埼玉であったりするんで、うん、ちょっと場所が違うかな、まあそうね、とは思うんですよ。でそういう今関所の、厳しさを表したっていうのは一つの説、そしてもう一つっていうのが七五三の習慣を表していたんじゃないかと。で昔の日本は今ほど食が豊かじゃなかったです。食べ物も少なく日本なんか赤ちゃんとかにね十分な栄養を与えることができなかった、うんうん、7歳まで子供が生きられる保証がなかったです、うん、7歳までは神のうちっていう言葉もあったようにですね、うん、赤ちゃんのうちに死んでしまうことも多かったです。もちろんね。なのでお宮参り生後1ヶ月で神様に誕生の報告をしますと、そして亡くなってしまう危険度が少なくなった一定の間隔で命を守ってくださった神様にお礼をするっていうのが本来の七五三の習慣の意味なんですよ、はい、3歳になりました、守っていただきありがとうございますと、5年も生きることができました、神様ありがとうございます、7歳になったのでもう大丈夫です、神様ありがとうございますっていうお礼のための意味合いになったんですよね、はい、で当時の7歳っていうのは数え年での7歳です、はい、まあ、数え年っていう現在でいうと満6歳に当たるんです、うんうんうん、数え年ってよく言うけど結構意味が分かんない方もあると思うんですけど、あれややこしいよね、厄年の時の数えでいつとか、うん、そう、ありますからね。数え年っていうのは生まれた時を1歳とする昔の年齢の数え方なんですよ、はい、その後誕生日じゃなくて正月が来るたびにプラス1していくんですよ、はい、でこれなんでこういうことするかっていうと生命があるのにゼロはおかしいだろうっていう考え方から来てるものだと。そうですね。だからこれも、まあ、7歳になったのでお札を納めにお礼をしに行くんですっていうのが一つの説、通り合わせはそうじゃないか。でもう一つがちょっと悲しい説なんですけど、奉公、身売り、生贄、口べらし、子供を育てるためにはそれなりにお金と食料が必要ですと。でもお金もなければ食料もないのが実情だった、はい、家族全員が飢え死にをするのを防ぐためには当時どんな方法があったのかということで、まあ、一つは、まあ、子供をお金持ちの家庭に仕事に出す、これが奉公ですよね。で口減らし、理由は、まあ、要は食べるものを減らすためにね、うん、子供を例えば捨ててくるとか、天災を鎮めるために神様に生贄として支える、そういう名目で子供の命を絶っていたこともあった、はい、であとはいわゆるなんだ人さらいのような盗っ人に子供を売ってお金に換えるっていうこともあったと、うん、で暗い薄暗い神社の中でそういう取引をしていて、夕方過ぎにですね人目がないところにその子供を連れて行ってお金に換えていったんじゃないかなっていう説なんですよ、うん、じゃないと別に堂々とした昼間の時間に子供を連れて行けばいいんですよ、ね、人目につかないような時間に何かのしようとしていたっていうのはそういう意味があったんじゃないかなっていうこともあります、うん、で最後ちょっと補足情報として、はい、通り合わせには2番があるっていう、
伝説、都市伝説は結構あると思うんですよ。ああ、でこの2番があるって言って実際ネットとかで調べるとその2番っていうのは出てくるんですけど、うん、これは、まあ、とある有名な漫画家の方が、創作したもので、はい、実際のトーリアンスの2番ではないんです、はいはいはい、だけど誰が作ったのかわからないけれども、カエリアンセっていう言葉も、カエリアンセ歌があるんですね。でそのカエリアンセの歌詞っていうのがトーリアンセと一緒の曲調なんです、うん、でちょっと読みますね、うん、カエリアンセカエリアンセと、お宮の御用が済んだならこの道通ってカエリアンセと、お宮の御用は済んだけど川垂れ時にはお化けが出る、お宮のお土産何こうた、お寿司に団子に柏餅、お寿司をくれねば通らせぬ、お父さんのお土産あげられぬ、お団子くれねば通らせぬ、おっかさんのお土産あげられぬ、取った子返せば通らせる、返しましょう返しましょうっていう、これがトーリアンスの2番とも言われてるんですね、うん、一説にはね。でこれどういう歌になってるかっていうと、うん、まあお宮参りに行った子供っていうのが多分帰ってきた雰囲気のことを表してるんですよ、うん、で途中であったねちょっと変わった言葉っていうのが、お宮の御用は済んだけど川垂れ時にはお化けが出るっていう言葉、うん、川垂れ時って何のことを表してると、うん、夕方、これも夕方を表してるんですよね、うん、彼って、例えば漢字あるじゃないですか、うん、彼は誰時を川垂れ時っていうんですね、うん、人って、夕方になると昔電気がなかったんで、うん、誰が誰だかが分かんなかったんですよ、うん、だからそういう時に、ノブさんですかとか言って、真っ暗だから分かんないから、うんうん、ああ多分ノブかな、うん、ノブさんって言って、うん、口にするから、うん、夕方に口にするものだから名前って言うに口ってなってるんですよ。なるほど。だから彼は誰だか分かんなくなってしまう時間帯、これは夕方を表して、人の姿がぼんやりする時、1番では連れ立って行ったのはお母さんだったのが、2番から視点が子供になって、うん、だこれはちょっとこれ僕の考察なんですけど、うん、お土産をどうやらお寿司にお団子柏餅持ってきてると、うん、でお母さんのお土産、お父さんのお土産っていう言葉もあるんで、うんうん、これいわゆる先ほどの中でですね、うん、お金持ちのところに仕事に行って、いわゆる商売とかを学ぶ奉公っていうシステムが昔あったんですね、子供の小さい頃に例えばものすごく大きい、商店に入りまして、うん、なんか商売の技術を学んで月、年で2回ぐらい帰ることができる、でその時は1年に 1,2 回お父さんお母さんの元に帰れるから、例えばお土産を買ってね、お父さん帰ってきたよ、立派になって帰ってきたよっていうことが、実際やぶりという名前でそういうのが行われていたと、だから僕の考えだとなんかそれに近い、父母への土産を持っていることから奉公の帰り、だからやぶりを表してるんじゃないか、うん、だから聞いてはトーリアンセっていうのは僕はやぶり説、奉公からの帰ってくるやぶり説っていうのが一説、一説か僕の中の説ですけどね、うん、これはそうなんじゃないかな、怖いかなと思いきや、うん、自分の息子ないし娘っていうのを働きに出さねばならなかった、うん、悲しい現実みたいなものを歌に乗せてるんではないのかなと思いますね。あとこれと同類でよく語られるのが花市もめ、うん、花市もめもあの人さらいの歌であったりとかね、あとかごめです、かごめの謎っていうのも怖いな、そうあれもね、そうそう、あれも本当にそれこそ一番パターンがありますよね、かごめかごめのケチャップが好き、現代的な話になってもうてない現代的な話になってもらえないか、びっくりしたわ今日の場合はちょっとトーリアンセのご投稿いただいたもので、はい、これを調べてくださいなるほどっていうのでちょっと僕なりの見解を述べさせていただきました。なんかね、うん、カゴメの情報知ったりしたらね、こう教えてもらってね、その時を僕はまた特集するかもしれません、これからもよろしくお願いしますということで、以上でございます、ありがとうございました。どうもこんにちは。こんにちは。七不思議です。七不思議でございます。七不思議の吉田桃々です。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。始まりましたね。チカチカするな、もう。パリピが着るやつですよ。わかりますよ、パーティーピーポー。パリピも着ないよ、多分。絶対猫触りたいけどね。着ないですね、パリピも着ないです。僕も高校の時にパーケンを買わされたことがあるわけだな。今日は何ですかということでね、はい、今日僕がお伝えしたいのは、いわゆるこの世の中、はい、都市伝説みたいなもんっていっぱいあるじゃないですか。ありますよ。怖い話の中でもね、大好きよ俺、大好き、都市伝説大好きですよ。この話を聞くと、うん、聞いただけで何かがあるみたいな、あるあるでしょ。こうなんか階段とか怖
怖い話まとめてるサイトとかもこう呪いのマーク書いてあるやつとかあるもん。気をつけてくださいねみたいな。ある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 、ね、で僕たち七色で活動してる中でね、はい、とある投稿者の方からちょっと興味深いお話一本いただいたんです。おちょっとまずそれを一番最初に紹介させてください。はい、わかりました。よろしくお願いします、はい。T さんという男性からいただいたものなんですけど、これは10年ほど前の話になりますと、うん、T さんのあんまり好きではない同僚が飲み会の席で、うん、ねえバトンタッチって知ってる、うん、と言って急に話し始めたお話なんだって、うん、でよくわかんないか T さんは、うん、何それどういうこと、うん、引き継ぎとかそういうことみたいな、うんうん、バトンタッチバトンタッチだからね、うん、そう聞き返したらその同僚の人が違う違うとこれ階段なんだよって言って話し始めたお話なんです、うん、あもう導入から興味深いよでしょ。でここからがその同僚が T さんに話した内容ね。でこれ聞いたら呪われるの、どうだろうどうだろうな、いやだとしたら嫌よ俺ちょっととりあえず読みますね、ある20代の男が夜中に酒を飲んだ状態で国道100キロ以上のスピードを出してカーブを曲がりきれなくて事故を起こしたと、はい、トラック2台に追突するようなひどい事故だったんだけど奇跡的に死にはしなかった、うん、救急車で運ばれて足を骨折してるから大事を取って今日から入院ってことになったと、はい、でもね看護師さんに、はい、今の時間は病室に入れないから今日はここで寝てくださいって案内された部屋が、はい、真ん中でパーテーションで仕切られてベッドが2つあった。ただ1つ部屋薄暗くてね、うん、このなんていうんですか豆電球みたいのがついてるけど窓が1つもないのがなんか変な感じの怖い雰囲気がする部屋だった。でもお酒を飲んでいたせいなのかうとうとして一瞬記憶が途切れた瞬間子守歌を歌う声が聞こえてきた、うん、男を驚いてパッと目を開けてゆっくり体を起こして、うん、辺り見回す。するとねパーテーション越しに女性が赤ちゃんを抱きかかえて子守歌を歌ってた。だからパーテーション越しだからちょっと 薄く見えるのかもしれないけど子守歌を歌ってると、うん、あーびっくりした。救急で誰か来たのかなって考えながらその状況を見てると女性と目が合ったんだって、うん、するとその女性は目が合うとにゃーって気持ち悪く笑って、うん、そのパーテーション越しにダーってものすごい勢いで近づいてきて、うん、はいバトンタッチって言ってその子供を差し出してきたって。うわ怖っ。でその男わけが分からず驚いていると、うん、その女性と赤ちゃんはスーって消えたと、うん、今あったことが理解できない。でも怖すぎてその男の人はね無理やりもうこんなことはなかったと思うとしたと、うんうん、だけど朝になってどうしても気になったから看護師さんに、うん、いや僕の後に若い女性と赤ちゃんって来ましたかと尋ねたけど誰も来てない、うん、そしてその日の晩から、うん、その男を家にいる時昼夜問わずね赤ちゃんの泣き声が聞こえるようになったと、うん、最初は気のせいかなと思ってたけどだんだん泣き声が大きくなる、うん、退院しても赤ちゃんの泣き声ずっと続く、うん、耳を塞いでも毛布をかぶっても大音量で音楽をかけても薄く泣き声が止むことはなくずっと続けて聞こえる、うん、とうとう精神を病んで、うんマンションの屋上から飛び降り自殺をその男はした、うん、それからまた月日が経って、うん、とある女性が会社帰りにそのマンションの前を通り過ぎようとした時自殺があったマンションの前ね、うんうん、赤ちゃんの泣き声がしたと、うん、って振り返ると男性が立っていたと、うん、そしてその男性と目が合うとその男性にやーって気持ち悪く笑ってね、うん、ダダダダって勢いよく駆け寄ってきてはいバトンタッチって言って赤ちゃんを差し出してきたと。来たよ。そして男と赤ちゃんはその場でスーッて消えていったって。で赤ちゃんを渡された女性はその日の晩から昼夜問わず赤ちゃんの泣き声が聞こえるようになった。でその女性も精神を病み、うん、自宅マンションのベランダから飛び降りて自殺をしたんだって。でこの話は赤ちゃんを抱いた誰かにバトンタッチと言われたら死んでしまうっていう怪談話にこれなったんだよね。でその後も同僚はさらに話を続けるらしいんですよ。ただこれ続きがあってこの話を俺も人から聞かされた、うん、でねその語ってたやつが、うん、この話を聞いてバトンタッチって言って、うん、誰かの肩を叩かれると、うん、その叩かれたやつが女の幽霊に呪われる、うん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 、で言った直後にね、うん、こいつ T さんに向かって、おいバトンタッチやってきたらしいんですよ、うんうん。でその時はね、うん、信じてなかったし、はいはい、まあ別に大丈夫かな、うん、こんなんやるわけないじゃんって思ってた、うん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 、でもその夜から赤ちゃん返して赤ちゃん返してうわ来たやん。毎晩毎晩ね女性が自分の部屋に隅に立って話しかけてくると、うん、
しかも毎晩一日一日だんだんジョンド自分に近づいてくる。赤ちゃん返して赤ちゃん返して。で、ある日、ついに枕元に立って、赤ちゃん返して赤ちゃん返してって大声で言うから怖くなってきた。次の日はさすがにやばいと思って友達の家に泊まらせてもらったらその幽霊は出なくて、まあそれからは特に何もなくて大丈夫なんだけど、この話どう思うって、うん、まあ結局 T さんはそういう話を、はいはい、そのあんまり好きでもない同僚に飲みの席でそういう話をされたと、はい、で T さんがもともとこれ見える人なんですよ、うん、どう思うも何も、うん、その話をしてきた、その同僚の、うん耳元女性がべったりくっついてたんだって。見える人からしたらそういうね、なんかいわゆる都市伝説みたいな話をしてるやつの背中についてるのがマジわかる状態だったと。なるほど。でその女性はね、うん、その話の途中から急に現れて、うん、じーっと T さんのことにらんできた、うん、これで T さんとかがね、まあ、そういうふうにタッチされたらつくのかなと思うとゾッとしましたっていうお話だったんですよ、はいはいはい、なるほど。でねこれ結局その後にね、うん、同僚も含めてお祓いをするんですよ、はいはい、で同僚も含めてお祓いをした時に、うん、そこの住職なのか神主の方なのか分かんないんですけど、うん、言われたことが、うん、このお話、順番通りに話すことで、うん、呪いを相手にかける呪詛になってる。なるほど。らしいんですよ、うん、バトンタッチって叩く行動も含めて、うん、呪いになってるらしい。なるほどね。でT さんは聞いた人とか、はい、実際に今俺がノブに話やったこととかが呪いがかからないように、はいはいはい、この話の中から大事なことは2つ抜いてくれてるんです。おこれをいわゆる言ってしまうどこかねこの中にある言葉を2つ入れると、うん、呪いっていうものが成就してしまう。なるほど。でその言葉っていうのも実際ここに書いてあるんです。おこの2つの言葉を、うんちょっと言わないです言わないですけど、はいこれっていうのがいわゆるね祝詞というか、はあ、なんていうのかな払い言葉みたいな、うんお経でもないんですけど、うんうん、そうね、真言だったり光明真言だったり魔を払ったりするような言葉に聞こえるんです、うん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 、一見したところではね。だけど実はこういう言葉を入れると呪いがかかるようなお話があります、うん、皆さんが聞いてる怖い話の中にもいつの間にか呪いが潜んでいるものがあるかもしれませんねっていう投稿をいただいたんです。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖いでしょ、で、まあ、この話を聞いた時に、うん、あ、なるほどと、うん、でこの話の真偽はともかく、うん、日本でこういう話って結構あったなと思い出したんですよ。あ、呪いぬか伝説するみたいな。この話を聞くと何々が出てくる。はいはいはい、はい、僕らの世代で言ったらありましたよ。一番思い出すのは、まあ、多分皆さんも聞いたことは鹿島で言う、あ、俺がどっちが先に好きな人言うかみたいな。俺クラスで可愛いやつ言おうぜみたいな。何言おうとしました？何言いました今？鹿島玲子。鹿島玲子か。うん、俺紫鏡でした。あ、オカルトの取り合いだ。俺は玲子の方が好きだった。いや、俺紫鏡が好きでしたよ。で、僕が今言った鹿島玲子、多分ね知ってる方も知らない方もいる。まあちょっと簡単にさらうと、はい、とある実際にあった事件。うん、その事件で体の一部を失ったり亡くなったりしてしまった人が、はい、その話を聞いた人の夢に出てきて、質問をしてくる、はい、そしてその質問にうまく返せないと、はい、体の一部を奪われたり亡くなったりしてしまうなどのありましたね都市伝説で、これっていうのが、まあ、僕もちょっといろいろ調べたところですね、はい、実際にあった事件っていうのが、うん、3つほどパターンがある。で、1つっていうのが、うんうん、戦時中米兵に手足を打ち抜かれて苦しみながら亡くなった郵便配達員の方のお話。ほう。で、二つ目っていうのが、戦後に、米兵に強姦をされて、うんいわゆるショックでね、うん電車に飛び込んでバラバラになって亡くなってしまった女性の話、はい、この1と2が大体のベースなんですけど、うん、インターネットとかの加速とともに、はい、この1と2がプラスになったような話っていうのもルフしてきてる。それっていうのが戦後間もない混乱期の頃に、うん、とある女性が、米兵に強姦されて、うん、これっていうのはまず2のパターンなんですけど、マストですよね。そうそうそう、米兵強姦された後に米兵に手足を打ち抜かれて、これ1と2が加わったパターン。その時に偶然通りかかった医師が助けて一命を取り留めた。
助かったんだけど自分の体とかにそういうハンディキャップを背負ってしまってショックで結局電車に飛び込んで亡くなった、うん、それが出てくるよっていう説。1と2が加わって3ができてるんですよ、うん、都市伝説ってでなんか実際あったことの上に成り立ってるものなんですけど、はいはい、ネットの普及とともにそういうのがどんどんいろんな説が広がってきてる。でちなみに吉田桃の地元では1でも2でも3でもなかったんですよ、はい、鹿島さん鹿島さん、うん、あのね芝刈り機に足を、挟まれて切断されてしまった女性が出てくるよっていうのが僕を、30年ぐらい前に東京都世田谷区パターンではいやミスやん自分の。うん、違うの。それなんか人の手伝いをしてて、うん、芝刈り機ね、うん、してる人の近くに自分も手伝いしてたら、うんうん、なんかその運転してる人のミスで、あ、こっちミス。そうそうそう。じゃないね。やられてしまったのが出てくるよっていうのが、うん、なるほど。あったんですよ、うんうん。で、これ実際に本当にそのね、米兵に撃ち抜かれたとか、その実際に、線路に飛び込んで亡くなったとか、うん、本当にあった事例なんですよ、うんうん。で、ちょっと面白いのが、そこであった実際の事件を地図上で、点にしてそれを線で結ぶと、うん、手足と手足がない人の胴体の形になるっていう都市伝説にさらに都市伝説が乗っかるような展開も見せてるんです、うん、で実際じゃあこれを聞いてね、うんうんまあ、これこれこういう話を聞いてじゃああなたの夢に何日以内に出てくるよっていうパターンだったじゃないですか、うん、このじゃあ全国的に一番多く言われてるのが夢の中にその存在が出てくる、はい、でその存在は何かっていうのが、うん体が欠損した女性、はい、体がケロイド状、顔がケロイド状になってしまった女性、ね、あと旧日本軍とかこれもいろんな地方によってパターンがあるんですよ、夢の中で出てきて、うん、その人に対して質問をすると、うん、これも決まってるんですね質問これもね、いろんなパターンがあるんですけど、はいはいはい、一番多く言われてるのが、うんうん、まず聞かれるのが、うん、手は必要か聞かれるんだって手は必要かって聞かれた時に、うん、こう答えなきゃいけないっていうのがあもう決まってんねやもう面接みたいなもんですよね、うん、今使ってますって答えなきゃいけないでその後にまんまそのまま今使ってます足は必要か必要か今必要です、うん、この話は誰から聞いた、うん、それに対しては鹿島玲子って答え、うん、でその後に蚊は仮面の蚊死、うん、は死魔は魔の魔、うん、で霊は霊の霊子、うん、は事故の子っていう風に答えると、うん、OK ってことで鹿島玲子は消えていくって言われる、今の質問に一個でも間違えてしまうとお前はちゃんと私のこと知らないじゃないかってことで手は必要かやぶさかではないあもうやられちゃう俺じゃねえからそれダメいやそれ絶対持ってこないよ一発持ってこないやぶさかではない絶対ダメですよ社会人みたいなあんた言ってるもちろんそうなんだけどでそういうので答えとかに間違えこれも地方によっていろんな変わるんでしょだって僕がね実際これもモーモーパターンですけど、うん、鹿島玲子が鹿島玲子というかそういう幽霊が夢に出てきて、はいこの話誰から聞いた、はい、鹿島玲子ここまで合ってるんですけど僕の場合はね蚊は仮面の蚊死は死人の死魔は悪魔の魔この3つを言えばもうそこで、消えるって俺の地区では言われてなるほどだから全国でこれだいぶ違ってくると思うんだけど、だけどこれもちょっと怪談話の面白いのがあって、実際こんなの聞いても夢出てこなかったじゃん、僕も別に出てこなかったんですよ、まあまあねうん、でとある男性の方がこのいう話をね、うん、中学校の時とかに聞いたんだって、うん、で夢出てくるかなと思ったら実際出てこなかった、うん、だけど、うん、数十年経った後に出てきたっていう話があるんですよ。ラグないよねその。めちゃめちゃ間空いて、急に夜にその幽霊みたいなのが出てきて質問してくる。だけどその人は分かんなかったんだって。忘れてるでしょ。なんだっけなんだっけみたいな。結局うまく答えられなくて、うん、夢から覚めて、なんで今頃こんな夢見たんだろうって思ってその数日後に大怪我して足切断することになったっていう話もあるんです。でこれっていうのがじゃあそれは。実際うまく答えられなかったから、うん、足を送風怪我するようになったんじゃないかっていう考えももちろんできるんだけど基本的に僕が今日唱えたいのは、うん、呪いっていうのは思い込みの一つでもある、うん、っていうことを言いたい、うんうん、一つの説としてねこれはね、うんうんうん、なんで僕は思い込みっていうかっていうと、うん、呪いの一番最初って大体皆さん想像つくと思うんですけど、うんご神木に対する、うんわら人形だったんですよ、はいはいはいねうん、
で、わら人形っていうのは神社のご神木に、わらで作った人形、その中に呪いたい人形の、人形というか人のね、住所とか名前とかを書いて打ち込むことによって呪いを成就させるっていう、で実際それで死んだっていう例もいっぱいあるんだけど、これっていうのは昔の神社っていうのは、地域の社会の中での社交場みたいなもんだったんですよ。正月も集まるし、年末も集まるし、盆暮れとかになればみんながそこに集まって何かの情報交換するような場所が昔の神社だ、そこのご神木に誰かの名前を入れた藁人形とかがあったら、その話で絶対広まるじゃない、まあまあまあね、え、あそこにあって誰々さんの名前が書いてあったんだよって言われたら、もし当人だったら、あ、私誰かに呪われてるんだ、長く生きれないんだって思うことによって、薬とかであるいわゆるプラセボ効果、ノセボ効果、ただのビタミン剤、これ頭痛薬ですよって言われて飲めば、信じ込めばね、頭痛が治った、そういう思い込みなんですよ、人間の作用っていうの。だからそのわら人形の打ち込みの効果も、自分が呪いにかかったんだと思い込んでしまうことによって精神が疲弊して亡くなってしまうこともある、そして逆に人を呪わば穴二つで、自分を呪った人を呪えば自分にそれは返ってくるとも言われているんです、呪った人も、あ、自分が呪ったものがバレてしまった、じゃあ私にも呪いが返ってくるのかな、あの人実際死んだし、じゃあ私にも呪いが返ってくるんだと思い込むことによって、これ逆プラセボの逆のノセボ効果で亡くなってしまうこともある、だからその都市伝説の夢を見ると必ず現れるとかね、こう答えないと死んでしまう、こう答えないと足の一部を失うとかっていうのも、ある種人の思い込みが起こしている現象なのではないのかな。なるほど。だけどその中でも今日いただいた、一番最初のね、バトンタッチのお話っていうのは、実際に見える人がね、見とるわけやからね、実際ついて見ていて、そうね、そしてこのまま話してしまうと呪いが成就するので、分かりやすくその部分は抜いてお話をしてくださったということで、こういう部分がもし本当にこれをね、ノブに試してみて、ノブが死んだりしたら俺は悲しい一人でユーマを語る YouTube をやるしかなくなる、再生数がしんどいなるほど。だからね、なんかそういう都市伝説というか、いろんな呪いに関するお話とかもありますけど、切り口一つでね、いろいろ見え方も変わったりするんじゃないかなと、お話でございました。はい、ということで以上でございますね。はい、以上ナナフシチャンネルでした。ありがとうございました。どうもこんにちは。こんにちは、ナナちゃんです。ナナフシの吉田桃です。若宮です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日もねいやいや、から始まるチャンネルないですよ怖がらせるぞという。なるほど、馬で言うこれね、ここ牛で言う勝ったわけですよ今。なるほどなるほど、ってかかってたんですね。そうなんですよ。いいじゃないの、虚勢されてる牛なんでね、何の力でなんとも言えない、ね、なんとも言えない、すいませんかわいそうな話はしないでください。今日は何ですか、まあ、いわゆる、七不思議って怪談話はするけど、都市伝説めいたものってあんまりやってこなかったじゃないですか。そうですね、言われてみたら。そうそうそう、だけど好きなんやけどね、めちゃくちゃ好きですから。そうでしょ、都市伝説なんて僕も好きなんですよ。あなたたちですって言いたいもんね。あ、さすが、昔出てた方ですよね信じるか信じないかはっつったら、やりたいじゃん。やりすぎてますね。やりすぎてたね。僕もね、やりすぎたいんですけど。やりすぎたいでしょ。やれないので、ここでやろうと思います、ね。最後にこうやろうと思って。で、ちょっと古めなんですよ。はい、このお話というか、都市伝説。都市伝説、はい、ね、今からもう3畳から25年前だ。1997年。ほうほうほう、イギリスの、ダイアナ妃が、はいはい、事故で亡くなったっていう、ね、皆さん、大体ね、ちょっと概要みたいなものを先にちょっと述べさせてもらいたいんですけど、パパラッチっすよね。そうね、さすがちょっと詳しい。世代的にね、僕らもね、20歳ぐらいとかだった衝撃的な事件だったんですけど、1997年の 8.31、8月31日に、若くして事故で亡くなった。表向きには、いわゆるパパラッチが、まあ、要はダイアナ妃が乗ってる車っていうのを、なんかもう写真とか撮るので、追い回していてね、まあ、トンネルの、まあ、いわゆるなんつうのかな、柱みたいのに高速でぶつかって事故死したっていう。で、このお話、その事故死したっていう部分だけしか多分皆さん知らないと思うんで、ちょっとその事故の前からいろいろね、
ちょっと変わったことがいろいろ起きてたりするんで、うん、前段の面からまずちょっとおさらいをさせてください、はいはい、チャールズ皇太子と結婚してたダイアナ、うん、離婚したんですよね、うん、で離婚したダイアナ元妃ですね、はい、あの王室を離れた1年後に、うん、結局自分が亡くなる年の8月に、うん、ボスニアを訪問してですね、いろいろ慈善活動をしてたんですよ、うん、地雷廃絶キャンペーンを行ったり、はい、ロンドンに戻れば新しい恋人ができてて、うん、そのアルファイド氏っていう、新しい恋人と、まあ、いろいろ会ったり、うん、まあ、その仕事もそうだし恋も公私ともに順調だったと、うん、でこの恋人のアルファイド氏とダイアナ妃っていうのは結局2人とも車の後部座席で衝突したことによって亡くなってしまうんですけど、一緒にいた時にね、そうだけどずっと一緒にいたカップルかっていうとそうじゃなくて、亡くなる1ヶ月前ぐらいに付き合い出してるんですよ。ほう、付き合ったばっかり。そう、7月14日に行われたパーティーだから8月31日に亡くなってるから1ヶ月半ぐらい前にちゃんと知り合った。おお、それぐらいの日は朝に。もともと父親同士が仲良くてなんか面識はあったらしいんですけど、うん、ちゃんと話してなかったみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、でこの日に出会って、まあ、愛し合って、うん、45日後に2人は亡くなるんだけど、うん、事故の当日、うん、でこの事故があったっていうのがね、日付が変わったぐらいなんですよ。12時てっぺんちょっと回ったぐらいで亡くなってるんですけど、その当日の午後7時、うん、2人はパリ市内の豪華マンションへ行き、うん、くつろいだ後、午後9時半2時間半後ですね、うん、食事のために、まあ、その彼氏のアルファイド氏が予約してあったレストランへ向かうんです、うん、車でね、うん、だけどここでパパラッチにも追いかけられて、うん、じゃああそこ行くのやめよう、予定を変更して、うん、アルファイド氏、彼氏の父親が所有するホテルへ行って食事をする、うん、でこの時点でアルファイド氏はここ数日のパパラッチの付きまとにかなり苛立っていた、うん、でホテルで食事をした、うんうん、その後、まあ、マンションへ戻るわけなんだけど、うん、アルファイド氏はねパパラッチ対策を講じると、うん、マンションに帰る運転手を変えたんですよ、うん、食事をしていたホテルの警備責任者であるね、うん、まあ、アンリ・ポールっていう運転手に、うん、運転をさせて、うん、自分がいつも運転させてない人に運転させることにしたんだって。で車も変えて、うん、だから要はちょっと巻こうみたいな感じ、うん、で一方いつものアルファイド氏の運転手は、まあ、その彼氏が使うというかアルファイド氏の所有する車に乗って表玄関から、うんうん、でこれがおとりなんですよ。なるほど。これを出してる間に裏からね、裏からその2人はこっそりホテルのベンツで裏口から出たんだけど、これもバレちゃうと。バレた。たくさんの車やバイクが結局わーっと追いかけてきて、仕方なく車はかなり遠回りしなきゃいけない、うん、コースを取りながらパパラッチを引き離すためにスピード上げていく。はいはいはい。そして問題のこれぶつかったトンネル、アマルトンネルっていうトンネルなんですけど、うん、トンネル飛び込んだ時はバイクなどに追い立てられていたからか160キロは出ていたと。うわー、めっちゃ出てるよ160。でね、結局ホテルを出発しての4分後、うん、8月31日午前0時24分だと、うん、2人を乗せたベンツはトンネルの支柱柱に激突、うん、後部座席に座っていたダイアナ妃とアルファイド氏、そして運転手3人が死んだ、うん、唯一助手席に乗っていたボディーガードのトレバー・リーズ・ジョーンズだけが一命を取り留めることとなりました。助手席、はい、うん、っていう事件なんです、うん、で、まあ、そのいわゆる人気があったね、うん、王室から離れた、ダイアナ妃も、うん、いわゆる政治的な発言権とかも多かったので、うん、まあ、なんだろうね、追いかける人がいるから、うんうん、追い立てられて事故で亡くなってしまって、はいはい、かわいそうでしたねっていうのが通常の側面なんです。表向きだけど、この事件というかこの事故の裏にはそれは本当に仕組まれたものだった、うん、本当はね、うんうん、誰かの陰謀だったんじゃないかという説がとても露呈しているんです。で、それの内容みたいなのをちょっとざっと上げていきましょう。まず一つ目なんですけど、はい、このアルファイド氏が最後乗っていたベンツってもともと自分が使っていた車じゃなくて運転手も変えておとりで使った車で亡くなってるんですよ、ね、この車っていうのがですね、うん、その年の4月に、実は盗難にあっていまして、うん、パワーステアリングを制御する IC チップが抜かれて、ブレーキとかに、ね、細工が施されてたって言われてるんですよ、はい、でその車をなぜか使ってしまった、うん、だから分かんなかったんでしょうね、誰がそれをやったのかちょっと分かんない、うん、そして、うん、運転手も先ほど
自分がいつも使ってる車の運転手じゃない人に運転も頼んでるんですけど、この運転手の人物っていうのがその日のです7時に仕事上がって、あ終わったわって言って家に帰って、酒好きでちょっとアル中気味だったらしいんですけど、あ飲んでんねや、飲んでたんですよ。でホテルからあちょっとあの来たから、あの連絡来たから、はいはいはい、ちょっと来いって言われて、急いで戻ってきた時にはかなり飲んでた。いやいやいや。で結局事故で亡くなるんですけど、検視の結果調べたところ、まあ要はアルコール濃度めちゃめちゃ出たと、フランスで飲酒運転ってされるものの、3倍の数値が出た。そうだね、だもんね。で、さらに薬物もやってた。わわわわわ。5種類の薬物やって、要は酒でベロベロになってて、その上で薬物をやってる状態だったから、この人本当に運転できる状態だったのかっていうところがまず分かりまくってるじゃないですか。そうで、さらにこれボディーガードがくっついてるんですけど、ボディーガードもそんな運転手の異変に気づけなかったのかっていう話なんですね。なんでこんなやつにまず運転を頼んでしまったんだろうっていうのがまずある上に、事故の時ですね、シートベルト閉めていたのって一人しかいないんですよ、助手席。そう、あのね、他の3人はシートベルトをつけてなかったんで、160キロであんだけ追われるようなスピードで走ってる中、なぜシートベルトをつけてなかったで、唯一つけたのがノブが今言ったように助手席、ボディーガードが助手席に座ってたんですけど、彼だけシートベルトつけてた、でもこれって普通はありえないですよ、助手席だから本当はつけるでしょじゃないんですよ、ボディーガードっていうのは原則シートベルトしないんです。ほう。そうなの。依頼人を守んなきゃいけないから、何かがあった時に自分が身を挺して助けなきゃいけないから、いざっていう時に体が拘束されてるのはまずいんです。はあ。だから、いつも外して、もう注意を払ってなきゃいけないんだけど、彼はつけていた。そして事故があって、パパラッチなのが、その事故現場行きますよね、追いかけたわけですから。これで写真などをパシャパシャ撮っている時に、いかにも自分は最初からしてなかったよみたいにそこでシートベルト外してるんですよ。なぜかなんか自分、いや俺もしてなかったですみたいな感じにしてるんです、だからこういうところでもかなり疑問が残る、そしてさらにね、政治的なものとかも絡んでくるんですよね、その当時ですね、これがどういう規模の大きさで行われたかっていうと、陰謀論なんですけどね、イギリスのスパイ、で、あとイスラエルのスパイ、この2つの国が、共同で事故に見せかけてダイアナ妃を殺したって言われて、でなんでそんなことをするかっていうと、先ほど言ったようにダイアナ妃っていうのは、いわゆる慈善活動を結構していたんですよね、このまあ簡単に言うと世界がみんな幸せであれみたいな活動していたんですけど、当時のイスラエルとパレスチナの関係性、ダイアナ妃はその事故が起こる数ヶ月後にパレスチナを訪問しようとしてたんですね、だけどイスラエルからするとパレスチナにダイアナ妃影響力のある人が行くことっていうのは好ましくなかったわけですよ、だからまあ変なことするなよみたいな感じで、まあ殺されたとも言われてます、そしてダイアナ妃の彼氏であったアルファイド氏っていうのが、実の母親がサウジアラビアの有名な武器商人の妹なんです、なるほど、はい、先ほど言ったようにダイアナ妃っていうのは対人用の地雷撤廃キャンペーンみたいなのをやってたわけです、まあ、人が地雷で足とかね欠損したり死んでしまうことは良くないから、地雷がこの世からなくなりますようにっていう運動もやってた、だけどそれっていうのは武器で利益を得てる国もたくさんあるわけです、軍需産業で儲かってる国もたくさんあるので、まあ余計なことすんなよみたいな力が働いたんじゃないかなとも言われてます。でさらにもう一個僕がちょっとねお伝えしたいのが、都市伝説でよく出てくるものでね、ノブさん、イルミナティカードってご存知ですかね、はいはい、世界でいろんなことがこれから起こるであろうみたいな事件がカードに実は予言されてますっていう、あるよね。でこれっていうのはね、1995年にアメリカで発売された普通のカードゲームなんですよ。でそこのカードの絵柄に書かれてるのは、なんだろうな、その例えば日本が描かれてたり、中国であったりアメリカであったりとか、なんかその主要な人物が描かれてて、そのカードの出し入れ、であとサイコロ振ったりして自分の陣地を広げていく、まあその世界を模したカードゲームなんだけど、その中にダイアナ妃のカードっていうのがあるんですよ。でその絵柄というのがですね、まあここでちょっと出ると思うんですけど、1枚のカードが
プリンセス DI、 これはダイアナを表してるって言われてるんですけど、ダイアナ妃の後ろでたくさんの人が写真を撮ってます、ね、撮ってるね。これがね、いわゆるパパラッチであるって言われてるんですよね。結局そしてダイアナ妃っていうのは、まあ、いわばいろんな陰謀論があったにせよパパラッチに追われて最後は亡くなってしまったっていうことなんで、このカードっていうのが後のダイアナ妃が亡くなることを象徴してるんじゃないか、うん、この DI っていうのもいわゆるダイとも呼べる、うん、まあ、死ぬっていう言葉ですよ ね、 っていう深読みもできるっていう一枚のカードがダイアナ妃が亡くなる2年前にもできてるんです。だから実はこれはその死を予言していたんじゃないか。なるほど、ね、でこのカード自体いろんなカードがあって、例えばその後のトランプ大統領が、うん、その時なんて出てくるって思われてないのが、うん、実はアメリカで覇権を握るとか、はい、9.11 でテロがあってね、うん、ツインタワーに飛行機がぶつかっていくのも、はいはいはい、このカードで実は予言されていたんじゃないかって言われてるんです、うんうん、で僕が今日なんでこの都市伝説めいたものを取り上げようと思ったかっていうと、うん、視聴者のですね、うん、高久さんという方にですね、うんうん、以前ダイアナ妃が亡くなったのを特集したテレビ番組があったらしいんです、うん、でその時にダイアナ妃が追突した事故車両が、うん、実際にそのテレビ番組を映っていたと、うん、でそれを、高久さんが見た時にね、うんうん、あれこれちょっと心霊写真っぽく見えないかと、うん、まるで車のぐちゃぐちゃになった一部分にダイアナ妃を思わせるような顔がちょっと浮かんでるんですけど、モーモーさんこれどう見えますかっていうことでお写真いただいたんですよ、うん、でそのお写真っていうのが、まあ、こちらなんですよね。ちょっとこう画面出ますね。テレビ番組の中をテレビをいわゆるね、撮ったんだよね。撮ったんです、うん、だからそういう画像なんですけど、うん、この顔っていうのがね、うん、いわゆるその無念を訴えるようなダイアナ妃の姿に見えるんですけどどうでしょうということで一枚のお写真をいただいたことによって僕が、この都市伝説というか、うん、こういうので取り上げてみようと思いました。だからその車体の歪みであったりとかね、あとまあ画像もありますから、うんうん、実際のものを直で見てるわけではないですからね、うんうん、なかなか判別もしづらいところなんですけど、うん、まあいわゆる事故で亡くなったと思われてるけどいろいろ無念の思いを秘めたものがあったんじゃないかなっていう捉え方もできるっていうことなんですよ。で実際ねこの先ほど言った中で運転手があったりとかその車があったりとかボディーガードがあったりとか、うんうん、なかなかちょっとどこに絞っていいか分かんないぐらい疑惑の要素が多いんですけど、うんうん、結局この亡くなったダイアナ妃とそのアルファイド氏、彼氏のお父さんは今でも息子そして息子の、まあ、いわゆる彼女ですね、うん、は確実に、普通に死んだんではないと言い続けてそのことをお父さんは実際に訴え続けてるっていうことなんですよね。で実際この事故直後のですね、うん、パパラッチが撮った写真とかも警察によって没収されてしまったり、うん、事故直後にその姿を見た貴重な一般市民の証言っていうものも、うん、もうそれについては調べる必要ない全部分かってるって言って取り上げられなかったりしてるんですよ。なぜか最初から決まっていたような感じがどうしてもしてしまう、うんうんうん、いろんな考え方ありますけど、うん、この写真1枚からもなんかいろんなものを汲み取れるんじゃないか、うん、そんなお話で。なるほどね、はい、来ましたね。いやなんかね、そうちょっといろいろ取り上げたいものはあるんですけど、今回はその視聴者の方から1枚いただいて1枚の写真を元にですね、まあ、僕が知ってるけど皆さんが知ってるかどうかもわからないしっていう部分で、なんか温故知新じゃないですけど、いろいろこれからも紹介していきたいと思います。なるほど、はいはいはい、ということでよろしくお願いします、ね、はい、以上ナナオシーチャンネルでした。ありがとうございました。